Thank you.
松本の皆さん、今日最後までありがとうございます。我々ドットハードの、トリビュートバンド G スポッツと言います。よろしくお願いします。あのさっきから G スポットって皆さん言ってるんですけど、 G スポッツですからね。ここ間違えるとちょっと大変なことになるんでね。シャルロさんが2回ぐらい G スポットって言いましたけどね。そういう感じでねやってるんですけど、ほぼ1年弱ぶりぐらいにここに戻ってきたんですけども、これね毎回いつも聞いてるんですけど、ゴッドファードしてる人、素晴らしい、おいおいたくさんいます。今日バッチリやね。もう今日何言うてくれる感じやな。なんかゴッドハード以外の曲やってゴッドハードですってバレるなこれ。ほんまね、スイスのバンドでしてね、なかなかにねマイナーとまで言わないですけど、こう知る人ぞ知る的なねバンドなんでね、一部の人にね熱狂的に受けてますけども、でボーカリストがですね、まあ、今はニック・メイダーという素晴らしいシンガーがいるんですけど、初代というかねその以前のボーカリストはスティーブ・リーという人がいまして、僕のスティーブ・リーにもう心酔してましてね、スティーブ・リーみたいにやりたいっていうのがね、おじいスポーツ前からやってるわけなんですけど、今ねこのメンバー素晴らしいメンバーでね、やれてるんでね、ほんまパーマネントでね、G スポーツ2号がやれるってことに非常に喜びを感じてるんですけども、本当にね素晴らしい曲ばかりなんで、今日は一緒にゴッドハードの曲を楽しんでくださいね。ありがとうございます。はい、じゃあゴッドハードね、すごいメロディアスな曲がたくさんあります。そのメロディアスな曲の中でもね、とてもメロウでね、ほんまにいいメロディーなんでね、知ってる人はまた一緒に歌ってくれたら嬉しいんですけど、歌ってくれますか、どんな曲やるかわからへんのに。そういう笑いに入る曲じゃないんですけどね。はい、行きましょう。はい、では、I'm losing my mind. I'm running out of time. I don't mind.
something to believe. And a second hour beauty castle in this. Dream down the kingdom I've never known to share. ぶっちゃけな、物販ね、ゴッドハードの CD 置きたいです。
あの別に大きいはいらないですから、電動をしたいのね、僕らはね。あ、ね、そう、我々電動、ゴッドハードを電動したい。電動で G とか言ったら やばいやんな。やるぞー、俺に喋らすな。読み方が違う。それ発想はなかったな。うん、俺そんな考えたこともなかった、ほんまに。マジな話。そんなことばかり考えてる。そやな。それで、それなんでもそういう勘違いされそうなバンド名やのにやね。あの、一応分かってない人に言うとこと、あの、G ス、あの、サードなんだよ、ゴッドハードのサードアルバムってやつが G スポットって言うんですよ、まあ、もろに。で、あの、所属してる、あの、自らのレーベルが G スポットレーベルって言うんですよ、実はね。そこから撮ったんです。決してエロい意味でやってんじゃないです。まあ、本人たちにはきっとエロい意味はあると思うんですけどね。はい。G スポットなんですけど、実は去年とメンバーが変わっております。はい。去年ね、ドラムタイトルでコマさんがちょっと諸事情で、脱退ということになってしまったんですけど、実はその前に立ててたのが彼で、はい。紹介しましょう。オートランス、テマイイマスター。メンバー紹介いきますね。オンキーボード、ナオロフラジリーダー。オンベース、マーサンリン。ギター、フィラピンシュラー。そしてリードギター、レオサイドリーで、俺は誰が紹介してくれるのかな。あーやないわ。あーってこの感じたかもやつでさ、カティブリー。あの、顔覚えてるから、ヒゲだけ覚えてください。はい。そんな、楽しいライブなんですけど、実はね、なんとあと3曲なんですよね。もうね、時間には限りがあるんですよ。そこでね、この曲で皆さん、ゴッドハード好きな人は絶対知ってる曲なんで、知らない人もとてもね、楽しい曲なんで、一緒になんか適当に盛り上がってください。適当でないねん。まあ、なんか楽しいんで、なんかこう飛び跳ねとったらなんか楽しいかなと思うんで、そういう曲で一緒に盛り上がっていきましょう。サッカー、サッカー、アウトワー。
か。おーおーって歌うわけですからね。いいですか。これを歌うから勉強会長さんにいいですね。
ボって出てきて途中でこう掘るとかね、今から被るっちゅうのがスティーブ・リーなんですよ。なんでですかね、あれやっぱり 前髪、あ、そんなこと言うたかんのかな。ちょっと分からないんですけどね、あの人は途中から被るんですよね、うん、昔はずっと被ってたって話ですよね。あ、まあ、そういうこと言うたらダメですね。はい、お前どうもありがとうございます。もうちょっとお聞きいただきます。じゃあね、もうちょっと時間、いただきまして、次またねハートウォーミングな素晴らしい曲をやろうと思うんで、しっかり聴いてくださいね。ありがとうございます。 OK ですか。はい、
Go on. ありがとうございました。 LNP でした。嫉妬で終わるのもねどうかと思うんで、もうちょっとだけ皆さんお付き合い願いますか。次は盛り上がっていくんで一緒に盛り上がってくださいね。今ちょっと日本語おかしかった。一緒に楽しんでくださいね。はい、行くよ。You got it? Come on, wow!
もうちょっと、さらにもう一段階、大きい声で我々を圧倒するように叫んでください。いいですか、いきますよ、キャンバー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。全部出し切って気持ちよく終わりましょう。いいですか、いいですか。